高知公園は福島県郡山市にある公園。1662年、灌漑用地として築造。公園にある池の荒池の水は、当時、農業用水などで周辺で、主に利用されていた。現在は、浅香祖水の完成や周辺が、住宅地となったことから用水としての役割は薄くなったが、現在も池は残っており、周りは、公園として整備されている。 1615年、現在の酒豚から荒池にかけての場所に考え用の池が築造される。1662年には、これが2つに分けられ、荒池、よび隣接する酒豚となったと伝えられる。1955年10月、郡山うねめ祭りの前身である、うねめ祭りが公園内で開催され、20層のもの、灯籠船や四道を装飾した屋形船は池に浮かべられ、 うねめやかんじょみこを乗せて、池を一巡した。この祭りは1962年まで開催された。2011年の福島第一原子力発電所事故では、放出された放射性物質が公園内に集まり、一時期は空間放射線量が1時間あたりの4.4マイクロシーベルトという高い数値を記録して、マスコミにも取り上げられたが、 その後の除染により0.2マイクロシーベルト程度まで低下し、一部で行われていた立ち入りの制限も解除された。氷山地域の伝説で、源義家に滅ぼされたと伝わる虎丸長者が、この池で船遊びをしたと伝わる。園内には、ソメイヨシノが多数植えられ、桜の名所として親しまれているほか、様々な花を楽しむことができる。また、 池の周りには遊歩道が設けられて散策できるようになっているほか、以下のような施設がある。隣接する酒二公園 AB& お里市へ、朝霞歴史入門歴史春秋社2014年、33ページ。ISBN 978から4から8 9 7 5 7 8 4 1五 AB 福ラボ高知農村公園、廃棄物と町の復興は、福島、郡山市から中継。 日テレニュース24日本テレビ2018年8月2日閲覧ぐるっと郡山高知農村公園改正再建大新エリア高知公園郡山市郡山市公式ウェブサイト郡山市2018年8月2日閲覧ありがとうございます